誰か。失礼いたします。昼食をお持ちいたしました。入れ。失礼いたします。お食事の用意をさせていただきます。ベアトリーチェ様、良い匂いだな。どうやらクラウスは良い料理人を入れたと見える。はい、近年入ったゴーダという料理人です。料理の腕が良きことは何にも勝るものよ。美食は人の世で生きる快楽の山中をなす。千年を飽きぬにはこれを欠かさぬが秘訣よ。久しぶりよの、カグノ。カノン。お久しぶりでございます。何をしに現れたのかと気が気でならぬと見える。そうであろう。金蔵との最後の約束を果たしに来た。親方様との最後の約束。わらわは金蔵に山をなす黄金を貸し付けた。それを金蔵が放棄するとき、わらわは利子をつけて返却を受けることになっている。今宵それをもらい受けに来た。僕には何の話かわかりません。違いない。魔女の話にろくなものはないぞ。そなたは正しい。されど魔女とハサミは使いようだ。ソロモン王のように偉業を成し遂げる者も時にはおる。
もっとも多くの場合は童話が語るようにろくな目に合わんがな。しかし金蔵も増えぬ、わらわの利子の取り立てすらも自らの儀式に取り込みおった。わらわをも超えるとてつもない大魔術師か。さもなければ狂気に取り憑かれたただの知れ者か。面白い、実に面白い。お前は、懐かしき故郷を貫く鮎の川、黄金郷を目指す者よ。これを下りて鍵を探す。それはまさか魔女の秘文。カノン、家具である貴様なら金蔵から聞いていよう、すべてを。黄金郷へ返す日がやってきたのだ。喜ぶがいい。お前の恥辱にまみれた家具の日々が、ようやく終わる時がやってきたのだ。お前はそれをずっと望んできたはず。自らに存在価値を持たぬ家具にとって、ただ存在するだけの日々は苦痛に他ならない。魂ある者にとって、うつしおは固執すべきものだが、亡き者にとってうつしおは、苦害でしかないからの。なぜに喜ばぬ？それとも、うつしおに何かの未練があるというのか？家具の分際で。未練などない。僕は家具だから。貴様は実に模範的な家具だな。よいよい。しかし、何の未練もないとはつくづく面白みのない。未練こそが、お前の快楽だというのか。その通り。千年も生きると、大抵の魔女は生き飽きる。わらわは退屈から逃れるために、人間たちの運命にブランデーや果実を練り込み、ケーキのように焼き上げるのだ。オーブンの中で苛烈な運命に踊る人間たちの、なんと面白きこと。わらわは、この方面にかけては地と知られていてな。わらわの料理の腕を見に、時には遠方から珍客が見物に来ることすらあるくらいよ。
言っても家具ごときには理解できぬか。待ちわびていたはずの日に、知ってはならない感情を持ち、とても辛い思いを強いられるだろう。僕は、僕たち家具を解放する日を手土産に、訪れてくれたあなたに感謝する。そして、シャノンにその日を受け入れがたくしたお前を憎む。お前もシャノン同様に、未練に苦しませてやりたかったぞ。しかしお前は、愚直に家具であり続け、わらわに籠絡されることもなかった。しかし、シャノンを慕いすぎたようだな。シャノンの未練が、そなたの未練となる。それはわらわへの憎悪へと変わるのか？わらわを殺したくば殺してみるがよい。金蔵の家具ならば、その程度の力は持っていよう。しかし、わらわを殺せば、家具どもに安息の日は永遠に訪れぬぞ。そなたにそれが耐えられるのか？わらわによる解放を、本当に拒むことができるのか？ひざまずけ！何を？ひざまずき。わらわの靴に口づけをするがよい。さもなくば、わらわはこの場を立ち去ろうぞ。帰りて永遠に姿を現さぬ。のー、かのー、そなたはそれに耐えられるのか？黄金鏡の扉が開かれれば、そなたの苦難に満ちた家具の生は終わろう。望むならば、人間としての生を与えてもよい。さすれば、もはやジェシカとは対等。貴様も知りたいはずだ。恋の味が、隠そうとも知っておるぞ。甘き恋の沼にて溺れるシャノンを見て、そなたは羨ましがっている。恋の味を知りたくてうずうずしておるのよ。やめろ。
やめろ。僕を再び籠絡するつもりか。僕はお前を楽しませるためのおもちゃになり果てたりしない。ほう、ならばシャノンで満足するとしよう。蒔いた種はそなただけではないのでな。時には実を結ばぬ果実もある。鍵を手にせし者は以下に従えて黄金郷へ旅立つべし。第一の番に鍵の選びし6人を生贄に捧げよ。第二の番に残されし者は寄り添う2人を引き裂き。わからぬか。この碑文の儀式を成し遂げるには、第二の番に寄り添う二人を生贄に捧げねばならぬ。寄り添う二人は誰でもよい。夫婦でもよいし、恋人同士でもよい。誰を選ぶかは儀式のルールにのっとり、わらわが気まぐれに決めてよいことになっている。今のシャノンならこれほどふさわしい第二の番の生贄もないとは思わぬか。卑劣な。ひざまずけばシャノンを生贄に選ぶことを控えんこともないぞ。お前のような玩具を一度屈服させてみたかった。